佐々木兵2、佐々木兵2、佐々木へ、維持。1899年、明治32年3月15日から1945年、昭和20年9月1日は、大日本帝国海軍の軍人。海軍兵学校48期。第32特別根拠地帯残母案が、派遣隊長兼第33警備隊副長として、選病死。最終階級は、海軍中佐。 5.15事件を契機に、予備役に編入され、満州国軍西部に席を置いた時期もあった。広島県広島市出身、代々広島藩の上司の家系、広島高等支配学校附属中学校、現、広島大学附属中学校、高等学校を卒業し、1917年、大正6年江田島の海軍兵学校、48期に進んだ。 卒業直前に、九十五内儀として、明治天皇の皇后、昭憲皇太后に仕えた小馬町と、養子縁組した。同期に、井上義夫少将、加藤義之助少将、上重徳少将らがいる。1920年、大正9年7月、同校を卒業し、海軍将位候補生として、軍艦岩手にて7ヶ月半の遠洋練習公開、気候地、枝内。 江田島マトバクレヨコスカワキールンマコー、香港シンガポールコロンボダーバンケープタウン、リオデジャネイロサントスモンテビデオバイアブランカ、ブンターレナスタルカワーの、バルパライソイキーケカヤオタヒチトラックサイバン、母島父島ヨコスカ。なお、この公開で、岩手副長として上官していた、小林翔三郎中佐、当時と開校した。1921年、大正10年6月、 海軍少尉任官。戦艦、長戸、戦艦、山城乗組を経て、海軍法術学校、海軍水雷学校を卒業し、巡洋艦、阿蘇、第三号総会定義総員、乗組。1923年、大正12年の関東大震災においては、震災救護任務に従事。海軍中尉となった後、測量艦、松江の分隊長を経て、 横須賀鎮守府の横須賀海兵団の分隊長兼教官となった。九百二十六年、大正十五年十二月、海軍隊員となり、翌年、第一県外艦隊司令部府として、巡洋艦、トネ二条艦、戦艦、不装、特務艦、インコ、戦艦、伊勢の分隊長を経て、九百三十一年、昭和六年、もみが形駆区艦、薄艦長兼 ス田艦長となり、順調に海軍将校の道を歩んでいた。しかし、1932年、昭和7年5月15日に発生した5.15、事件を契機に5月30日に同艦長を免ぜられ、第二県外艦隊の解剖艦、津島法術長を命ぜられたが、1週間でその任を解かれ、予備役に編入された。1932年、 昭和7年7月、同年3月に建国されたばかりの満州国に、渡り、軍事行政機関である、軍政部管制下に出資、同年4月に創設された満州国軍、特に、工房艦隊の整備などに尽力した。工房艦隊は、北満三港、松花江、国立港、薄利港の、満祖国境警備用水上部隊として編成され、河川流域の貴族や反吉林軍、 馬仙山の討伐などに活躍したなお、当時の日本海軍は、1931年、昭和6年9月18日に勃発した満州、事変中の1932年、昭和7年1月27日、小林昭佐郎少将を主席とする海軍特設機関を法典に設置、さらには1933年、昭和8年4月1日、 同期間を小林を司令官とする中満海軍部に格上げし、心境に常駐させ、日本陸軍、関東軍と作戦上の連携を図っていた。また、満州国軍の軍事顧問及び軍事教官として、中満海軍部参謀長の伊藤、正一海軍大佐が軍政部顧問、川畑正春海軍少佐が工房艦隊の指導に当たっていた。1933年、 昭和8年5月31日、関東軍と中国軍との間で締結されたタンクル協定により、満州事変停戦が成立し、満州国の領土が確定したが、その後も満州国境紛争が絶えなかったため、関東軍は満州国軍西部に対して、約 4000km に及ぶ満州国境前線の兵、用地市調査を命じ、四班の調査隊が編成された。 完成化から、軍事調査部に転じ、調査隊、第二班の班長となった佐々木は、1937年、昭和12年、安則4年6月19日の犬板市島事件、勃発当日、境海港起点に、薄利港を北上、その後こと、虎林、尿川、なで縁等を経て、国立港に入り、これをこをして、黒川に達し、 40数日に及ぶ危険な調査任務を無事完了させた調査隊第一班は班長の方か森高陸軍上以下全員が戦死を遂げた調査結果は超古本事件、野門ン,ン事件と続く関東軍の対処作戦計画に使用されたその後1938年昭和13年6月佐々木以下数名がハルピンを出港し松花つをより 同行爆火艦を往復調査し、第二回調査を完了させた。途中、貴族の襲撃や護衛の法廷、恩民の破壊事件なども発生した。同年11月15日の中満海軍部配止に伴い、佐々木は満州国軍西部を辞職し、満州を引き上げた。日本海軍の満州国撤収は、日本陸軍との対立が原因とされており、攻防艦隊は、 満州国陸軍に編入、工場軍として改組され、関東軍から軍事顧問を送り込んだが、指揮も戦力も著しく低下した。1940年、昭和15年10月、重院招集により現場復帰し、特設法官、福山丸、同浅海丸の法官長兼務となった。真珠湾攻撃による太平洋戦争。 大東は戦争開戦直後の1941年、昭和16年12月25日、特設砲艦、マガネ・マル艦長を命ぜられ、第5艦隊機下で作戦行動に従事。1942年、昭和17年5月5日には、MI 作戦、ミッドウェイ作戦と同時並行で展開された、エール作戦、アリューシャン作戦に参加した。当初は、 アッツ攻略部隊に編成されていたが、ミッドウェイ海戦敗北の影響により、キスカ攻略部隊に編入され、占領に成功した、キスカ島への武器弾薬輸送及び機雷不設を行った。1943年、昭和18年6月、第32特別根拠地帯、32特根、司令部、ミンダナオトダバをホロ派遣隊長として、ホロ島に着任した。 同年4月、山本56連合艦隊司令長官がブーゲンウィル島上空で戦死し、同年5月、アッツ島で守備隊が全滅して、大本営が初めて玉砕の表現を使った直後の時期のことである。ホロ島はフィリピンの南東部、ボルネオ島とミンダナオ島の間に連なる、スールー諸島の中央に位置し、16世紀以来のスペイン、アメリカの支配に対し、 ムスリムである、モロ族によるゲリラ活動が活発な地域であった。佐々木は、タラカン島油田に近いタビタウィに連合艦隊の白地を建設するため、モロ族兵士で構成される、義勇隊によって、ゲリラを相当し、ホロ島さらには、タビタウィ島、サンガサンガ島、ボンガオ島、シムヌル島など、スールー諸島全域を平定した。1944年、 昭和19年6月、マリアナ沖海戦の敗北で、連合艦隊は、空母部隊による戦闘能力を喪失し、たびたび白地の維持の必要性がなくなったため、同年8月、佐々木は、残ア案が派遣隊長兼第33、警備隊副長として、ホロ島から、ミンダナオ島へ転任し、在留法人婦助士の内地引き上げを成功させた。また、ムスリムである、 モロ族のスルタン、サルタンや有力ダトゥと良好な関係を築き、ラナオ州、コタバト州、ザンボアンガ州、スール州などのモロ族による民族自決の独立国家建設を目指、海峡都連盟、ムスリム連盟の結成に尽力したが、1945年、昭和20年3月、アメリカ軍上陸による戦況悪化により実現しなかった。 大東は戦争終結の少々発布後の同年9月1日、同地にて戦病死したとされる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。